はい。大門さんです。えー、とても簡単な円周角の定理になっていますけれども、見ていきましょう。一番、この個 BD に対して、こちらを中心角と言いますけど、中心角が150度。で、この円周に行く分をこれ円周角と言いますけど、円周角は中心角の2分の1 2と。 いう,ふうになってましたねえですから x の値は150度を2分の1すれば出てくるので75度、えー、そして y の方ですけれども、えー、この子に対して今75度でしたで円周というのは中心角ならこの子のやつを全部足すと360度こことここを足すと360度でしたそれに対して円周角はこの子に対する円周角と こちらの子に対する円周角は足すと180度になるということになっています。いてことは B から D までここで75度分ですから Y の方は180度から75度を引くだけで出てくるので105度というふうに簡単に出すことができます。中心角は全部の円周を足すと360度。 円周角は全部の円周を足すと180度まずはこの基本の問題になっていました2番の方ですけれども2番の方ではまず角 X ですけど同じ個に対する円周角はどこにとっても全く同じ角度になりますということはこちらも同じ角度になりますので計算することなく X は50度。 この子に対する円周角50度ですからこちらも50度というふうに出せました。で同じことを言うとすればこの子に対する円周角ここ24度って書いてありますからこちらも同じように同じ子に対する円周角で24度です。そうすると Y のところは三角形の外角はその隣り合わない内角の和に等しいということでこちらは。 この50度と24度を足してあげればいいので50プラスの24度で74度というふうになっていました。非常にシンプルなあ内容になっているので基本的な円周角の定理は押さえておくようにしましょう。